こんにちは、ミサとオーストリッチファームです。遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願いします。今年は牛年ということで、牛とダチョウについて少しお話しします。牛とダチョウはどちらも草食動物ですが、食べた草の消化方法が異なります。牛は発達した4つの胃を持ち、胃の中で微生物の力を借りて植物の繊維を消化します。対してダチョウは腸が発達していて、そこで微生物によって植物の消化を行います。腸の長さは23メートルにもなります。同じように腸が発達している草食動物には馬やウサギなどがいます。年が明け、とても寒い日が続きますが、ダチョウたちは元気です。皆さんも体調には気をつけてお過ごしください。それではこの辺で終わります。